6時間練習があるんだって言って言うことないですねっていうぐらい、あら言うことないですねって言ってえいやいや目線の方お願いいたします。そちら方向ですよ。お客さん的にはそちらですよ。こちら方向映ってますよ。はい、最初からまず走りの練習からやってもらった感じですね。はい、まずは練習からということですが、はい、佐藤さんきつかった。まあまあきつかったです。で僕ら本当にきつかったんですけど、JO の皆さんはその後ここから6時間練習があるんだって言って、そのまま練習に行ってたんで、これは負けてられないなと。そうおっしゃってますけど、あの陸上練習の後に。あのツアーの準備してましたちょうどそっちの方がもう相当やばいですよ。アリーナツアー期間中だった。はいはい、はい、あじゃあそれぞれ他の仕事とか、そうです、ね、他のリハーサルなどを抱えながらの練習だったということです。尊敬しかないです。中島さんいかがでした練習は。はい、そうですね、うん、こうスカイの上達スピードが半端なかったんですよね。こう陸上部の先生に教えてもらって、陸上部の先生がもう言うことないですねっていうぐらい、あらすごかったですね。褒められましたよ褒められましたよ。ありがとうありがとうありがとうすごかった、ありがとう、いや嬉しいです本当に。そうですね、なんかステップから始まったんですよ。ステップ踏んでくださいって、はい、そのステップ踏んで踏み終わった後に先生が首かしげて、いや言うことないですねって言われてえいやいや頑張ったんですよね。そう頑張りました、うん、はい、その練習を経て撮影という流れですが、今日あの監督も一緒の舞台挨拶ですので。